おい、どうした？バケモンに働かされて、もうヘトヘトで、みんな死んじまって、生き残ったのは足だけ。大丈夫か？しっかりしろ！ごちそうさまでした。これで一息つけましただ。ところで、そのお探しの女、ひょっとしたら穴の中へ連れて行かれたかもしれやせんぜ。穴？はい。金山の中でご覧になりませんでしたか。実は蓋がしてある穴でね、あれを開ければ中へ入れやすぜ。その蓋を開けるにはこいつを使ってください。なんだそれは。名前は分かりやせんが、あの蓋にはめ込むもんでさ。あそこに落ちてたんで、ちょっくら失敬しておいたんです。よかったらお持ちください。金山の奥。はい。じゃあ、足はそろそろ。ありがとうございます。お世話になりました。はい。できればまとめて読みたかったんだがな。
Yeah!
お前死にたいのか。この先は信長様の居城だぞ。どうせ死ぬならここで死ぬ。手こずらせやがって。ところでジュベ、さっきの話だが、ほら、エケイとお前が怨霊に取り憑かれているって話だよ。ああ。エケイは元侍で、仕えていた大名が戦に敗れ滅亡、奥さんと子供を亡くしているんだ。それなのにまだバカな夢を。たとえ夢が叶って一国一城の主になったところで、また戦になって大勢死んで泣く奴が出てくるだけじゃねえか。貴様もそうだ。信長を倒したところで第二第三の信長が出てくるだけだ。キリがねえんだよ。